テオドロス・ブリザキスはギリシャの画家である。ミュンヘンで修行したギリシャ人の画家たち、ギリシャミュンヘン派の最初の一人である。現在のビオティア県のティーバに生まれた。7歳の時、ギリシャ独立戦争が起こり、父親はトルコ軍に処刑され、母親と山中に避難したとされる。1844年にミュンヘン美術院に入学するまでの経緯は、二つの違った説があり。 1832年までギリシャの孤児院で育ち、そこでミュンヘンの学校の教師でギリシャ独立戦争の支援者であるフリードリヒ・ティールシュに絵の才能を見出され、美術教育を受けるためにティールシュに連れられてミュンヘンに移ったとする説や、孤児になった後、バイエルン国王がミュンヘンに作った戦争の孤児のための施設で語学を学んだ後、一旦、 アテネの工芸学校で学び、ギリシャの支援者からの奨学金を得て、ミュンヘン美術院に入学したとする説がある。ミュンヘンでは、バイエルン王国の軍人で画家のカール・ビルヘルム・フォン・ハイデックに学び、ミュンヘン美術院に入学し、ベータン・フォン・ヘスに学んだ。彼らはギリシャ独立の支援者でもあった。1845年から1855年の間はヨーロッパ各地を旅し、 1855年のパリ、万国博覧会に作品を出展し、その後もギリシャ独立戦争を題材にした作品を、ドイツの展覧会などに作品を出展した。1862年から、イギリスのマンチェスターの教会の壁画を描いた。ミュンヘンで死去した。ミュンヘンのスタジオの作品は、アテネ大学に移動し、ミュンヘンのギリシャ正教の教会になっていた、ザルバトール教会。 サルバトールカーシュに寄付を残した。ありがとうございます。